第5競争出走各馬入場です。東京第5レースはメイクデビュー東京2歳新馬戦、牝馬限定です。芝の 1600m、 11頭で争われます。1番キャルキューレ、ミッキーアイル3区426kg、 ホリードイル54kg。 2番アンリーロード、リアルスティール3区460kg、 福永雄一54kg。 3番鋼鉄レディ、スクリーンヒーロー3区416kg、 坂井隆生54kg。 4番クラシカルビジュー、サトノクラウン3区476kg、 ダミアンレーン54kg。 5番アドマイヤサジー、ハービンジャー3区438kg、 戸崎啓太54kg。 6番ブリーゼ、ミッキーロケット3区408kg、 牛沢智春54kg。 7番ボードビル、ルーラーシップ3区446kg、鮫島勝馬54kg。 8番イスティント、父はアグネスデジタル418kg、 松岡正美54kg。 9番ラブリーハーツ、ハーツクライ3区428kg、 石川由紀人54kg。 10番シエルリーナ、馬後の3区420kg、野中雄太郎54kg。 そして11番ライトクオンタム、ディープインパクト3区426kg、クリストフルメール54kg の騎乗です。騎乗の11頭で争われます。東京第5競争メイクデビュー東京2歳新馬戦、発送までもうしばらくお待ちください。東京競馬第5競争メイクデビュー東京2歳新馬戦、牝馬限定です。芝の 1600m、 11頭で争われます。向こう正面からのスタートです。明るい日差しの中、各馬の枠入りは順調。11番ライトクオンタムが向かいます。ディープインパクト3区最後の世代です。さあ促されて11番ゲート、ライトクオンタム収まって係に離れます。スタートしました。5番のアドマイヤサーチが最後方です。さあ先行争いです。
まだ固まっています。外から11番ライトクオンタム、9番のラブリーハーツ、ライトクオンタムが先頭に立ちました。2番手に9番のラブリーハーツ、4番クラシカルビジューがその直後、そのうちに並ぶ3番の鋼鉄レディ、しかし2番手は3頭一段、それに外から8番イスティントも加わって4頭が2番手のグループ、その後ろに内から1番のキャルキューレ、1馬身差2番のアンリーロード、半馬身外7番ボードビル、それから1馬身差10番シルリーナ、後方2番手、最後方が2馬身差5番のアドマイヤサジー、もう1頭ポツンと大きく離れて6番のブリーゼ、最後方です。3コーナーから4コーナーに向かいます。11番ライトクオンタムが先頭、リードは1馬身、残り800を通過。2番手に9番のラブリーハーツ、あとは2馬身差、内から3番鋼鉄レディ、4番クラシカルビシューが並んで5番手8番イスティント、その後ろに2番のアンリーロード、最内1番のキャルキューレ、第4コーナーのカーブ、これから直線へ。さあ前は2頭ですが、わずかに11番のライトクオンタムが先頭、並んでくる9番のラブリーハーツ、しかし突き放す11番ライトクオンタム、400を通過。3番手は広がって、そこから2番のアンリーロード、クラシカルビジューがその内から、そしてその後方1番のキャルキューレが追ってきた。坂を駆け上がって内出し沿い先頭、11番ライトクオンタム200を通過、3馬身のリード、上がってくる2番のアンリーロードが2番手、3番手には9番のラブリーハーツ、あとは少し離れて、そこから1番のキャルキューレ、抜けた11番ライトクオンタム、悠々ゴールイン、新馬勝ちです。2番手2番のアンリーロード、離れた3番手9番ラブリーハーツです。東京競馬第5競走メイクデビュー東京2歳新馬戦、花を切った11番ライトクオンタム、後続を寄せつけず鮮やかに逃げ切りました。ディープインパクト3区、2番手が2番のアンリーロード、3番手は9番ラブリーハーツ、勝ち時計1分34秒1、上がり4ハロン45秒9、3ハロン34秒0でした。東京競馬第5競走メイクデビュー東京2歳新馬戦、11番ライトクオンタム、見事人気に応えてデビュー戦を勝利。鞍上はクリストフ・メール騎手、後続に3馬身リードをつけました。正面の掲示板、1着11番ライトクオンタム、2着2番アンリーロード、3着9番ラブリーハーツ、4着1番キャルキューレ、5着4番クラシカルビジューです。確定までお待ちください。ディープインパクト3区のラストクロップっていうのは、はい、国内6頭海外6頭の12頭しかいないわけで、国内でデビューしたのはこのライトクオンタムが2頭目だったんですが、オープンファイヤーに続いて2頭とも勝ち上がり、海外ではエイダン・オブライエン厩舎のオーギュスト・ローダンというのはもう G1 勝ってますからね、はい、さすがですね、さすがとしか言いようがないディープインパクト3という感じですが、11番2番9番の最終オーツです。1番人気4番人気2番人気の順です。単勝11番に 2.9 倍、枠連28 11.0 倍、馬連2番11番 12.5 倍、馬単11番2番 16.2 倍、3連複2番9番11番 10.9 倍、3連単11番2番9番 56.8 倍です。確定までお待ちください。